いつもですね、ルンルンとアランのおやつを買っている道の駅ファームさんからルンルンとアランにプレゼントですということで、たくさんおやつをいただきましたので、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思います。道の駅ファームさんはですね、おやつ、犬のおやつ一筋、愛犬自然食品一筋23年ということで、保存料を一切使わないおやつを販売していらっしゃる会社さんということだそうです。会社さんは埼玉県の方にあるらしいんですけれども、うちもですね、犬仲間からおやつを分けていただいた時に知りまして、その後確かドッグショーの会場とかでも販売をされてたと思うんですけれども、そういうところで買っていたんですけれども、最近は通販でいろいろ買わせていただいています。で、まあ、動画内でうちの動画内でですね、道の駅ファームさんの商品がちょっと登場したりしたこともあったご縁から、今回はですね、おやつをいろいろ送ってくださいました。道の駅ファームさん、ありがとうございます。道の駅ファームさんの詳細は概要欄に載せておきますので、興味のある方はですね、ルンルンとアランも大好きなおやつなんで、ぜひ概要欄から行ってみてください。たくさんいただきました。いろんな種類のおやつです。このうまぶりすけっていうのと、フリーズドライのエゾシカ肉、この2つが新作だそうです。7月の27日ぐらいから販売を開始するという品物のようです。それからこれはタラですかね、ラクダ肉、鹿肉、のどぐろもありますね、モッツァレラチーズ、馬肉、馬肉にシシャモ、北海道産の子牛のスペアリブ、近江鴨ささみ、シャークボーン、鹿チップ、ポークラング、ビーフホルバー、鮭ジャーキー、馬すね肉、カンガルージャーキー、たくさんいただきました。ルンルンとアランはこの丸い鹿チップがすごく好きで、結構ねこれを喜んで食べます。サイズもこう分かりやすいサイズで、で数も数えやすいんで、これはねすごくうちも重宝してます。お、アラン、嗅ぎつけてきたかい、嗅ぎつけてきたかい。道の駅ファームさんにねたくさんもらったんだよ。お、アラン分かるの、袋からでも美味しいのいっぱい届いたよ。ルンルン、おやついっぱいもらったよ。ルンルン、道の駅ファームさんにおやついっぱいもらったよ。よかったね、よかったね、ルンルン、おやついっぱいもらった。パッケージもすごくモダンでおしゃれな感じです。ここが骨の形みたいになってて、チャックのところがいい感じにこだわってる感じがしますね。これで開けて、でここにもちろんチャックがついてるんで保存も安心です。ちょっとこの新作のエゾシカ肉っていうのもね、揚げてみたいなと思います。おいで、おいで、おやつ、おこっち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 から、こっちだよこっち、うおやつね、おやつおやつ、なんだおやつ、ちょっとカメラ映んないじゃん、それじゃカメラ映んないじゃんね、カメラちょっと待って、ちょっと待って、カメラに映らない、それじゃ分かった分かった、あげるからちょっと待って、ちょっと待ってね、分かった分かった、ちょっと待って、ちょっと待って、エゾシカ肉入るんだ、おいしい、アランも、はいはい、アランもあげるよ、はい、アラン
美味しい美味しい、いいやつだってよ。はい、ルンルン、はい、美味しいかな。あらも、はい、じゃあもう一個ね、はい、はい、おしまい、はい、おしまい、美味しい美味しい、ありがとうって3つ、あ、そっか、もう一個はもらわなきゃダメか。はい、じゃあ3つ、あらも、はい、じゃあこれ最後、はい、美味しいね、美味しかった美味しかった、はい、3つおしまい、よかったね、たくさん送ってくれたからね、一度に食べると太っちゃうから少しずつ食べようね。もうダメだよ、もうダメ、3つもらったからもうおしまいね、ほらたくさんあるから、ルンルンね、たくさんあるから、よかったね、たくさんもらって、あ、見つけた見つけた、わかる、袋入ってても。ダメだよ、アラン、食べちゃダメだよ。いっぱいもらった。匂ってる？美味しいの匂ってる？匂ってるか。ダメだよ、そんなとこ座り込みしても。ね、また少しずつもらえな。ね、よかったね。ありがとうって。みちのくファームさん、ありがとうって。ね。ルンルンも大喜びで、今このみちのくファームさんの箱から離れないような状態です。みちのくファームさん、ありがとうございました。動画概要欄参考に、ぜひ、ワンちゃんお買いの方はみちのくファームさんの無添加のおやつ、買ってみてください。それでは、よかったね。